ほんじゃ、2枚出し。じゃあ俺もダブル8フィーチャリング5お送りしました。人はこれをキングと呼ぶ。威厳がある。お、あ、上がり、あ、お前上がりです。それでは好きなところでストップと言ってください。はい、ストップ、ストップ。10のクローバー。そうです、そうです、おっしゃる通り。そういえばこの前さ、オムライスを作ってみたじゃん。オムライス？いやいや、オムライスよ、オムライス。え？何それ？いやいや、ちびっこが大好きなやつよ。え？いや、あのさ、チキンライスが中に入っとってさ、ふわふわの卵でさ、くるんどうやつよ。お前、わかるやろ、お前。お前、好きって言ったやん、ねえ。え？オムライスよ、オムライス。何してんの？ねって、オムライス。オムライス。はい、ということです。先生、本日はオムライス作りということで、はい、早速では料理をしてまいりましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではですね、まずはじめにですね、はい、米を2合、米を2合ですね、はい、入れていこうと思います。はい、はい、では早速溶いていきます。はい、ではですね、はい、タバスコを入れていこうと。タバスコですね、こちらのタバスコ、はい、5本、約5本、2号に対して約5本ですね。はい、来ました。もうこれぐらいでよろしいですか？そうですね、はい、これぐらいで、はい、はい、ということで、お米炊いてる時間がもったいないので、もうすでに2ヶ月前に炊いていたお米がこちらにございます。はい、あー、うわー、いつもの、いい匂い、はい、いつもの、あらららら、はい、どうする、美味しそうだなと思って。匂いでしょ、笑いがもう、匂いでしょ、笑いがですね、はい、匂いでしょ、匂いでしょ、匂いがですね。じゃあ早速、はい、こちらを使ってまずは、はい、チキンライスを、チキンライスを、はい、はい、どうされました。いや、美味しそうだなと思って、もう笑いが出ちゃって。はい、ということでこちら、にんにく1かけ、はい、玉ねぎが半個、はい、そして鶏肉 100g とミックスベジタブル、今から炒めていこうと思いますけれども、これ1本丸々いっちゃっていいですか？丸々いっちゃいます。はい、そうですね、仕込みの段階でのもう一本いくというかですね。はい、味をつけとかないとですね。なるほど。この中にも、卵を入れとけばいいんですね。そうですね。よし、じゃあ、ですね。あ、はい。これが7本目ですね。そうですね。よいしょ。香り付けということで、そうですね、タバスコを1本丸々入れるんですね、はい、入れていこうと思って、もうこの時点でも9本のタバスコ使ってるんですね、はい、
真ん中にですね、ピーってしてるんですね。ピーってして、こう。こうですね。あ、見たことありますね。でしょ？はい。あー、いいですね。このハートの中をですね、あのタバスコで、はい、彩りをですね。これは香りつけても、彩り、香り、彩り、はい、彩りで。どうしてもやっぱり。中を埋めていただければね。美味しそうですね。そうなんですよ、美味しいんですよね。今日もいい出来ですね。はい、完成です。はい、ということで、はい、先生が作っていただきましたこちらのオムライス、はい、私がですね、はい、試食させていただきたいと思います。いや、本当美味しそうです。いや、美味しいですよ。では、いただきます。はい、はい、なるほど。卵もトロフは中の、 あのチキンライスも一粒一粒がしっかりしていていいでしょ。いい色してると思うんですよね。あれ、うん、どうですか。美味しすぎて美味しすぎてあれ、どうされました。体がびっくりしてます。あ、なるほどな。どうする。はぁーはぁーはぁー。どうですか。逆に進まないですね、しょうか。いかない。あ、このですね、お肉とか多分いいんですよね。味が染みて。はぁー。味が染みて。どうぞどうぞ。どうですか。